札幌東区の無職小野勇被告はおととし自宅アパートで SNS で知り合った小樽市の当時22歳の女子大学生に頼まれて殺害した嘱託殺人などの罪に問われています一審で小野被告は懲役6年の実刑判決が言い渡されていました今日の控訴審の初公判で弁護側は 小野被告の精神的な疾患が適正に考慮されていないとして事実誤認や量刑不当を主張一方検察側はその必要はないとし裁判所も弁護側の主張を却下しました判決は来月14日に言い渡されます